はい、皆さんこんにちは。すいません、相変わらずホテルの部屋着で、もうやめとこうかと思ったんですけどね、急に流れが変わりましたね。日経平均の先物が今20時21分現在でマイナス831ですね。CME 円建てでマイナス822ですね。さっきまでこんなことなかったんですけどね、急に変わってます。これ何かと言いますと、多分ね、まだついてるのかどうか知りませんけど、小池都知事が何か会見してますでしょ。これね、別になんていうか、なんでこの人今頃こんなこと言うんやろって、ね、最近しきりにね、ロックアウトを匂わしてきました。不思議でしょうがないですけどね、データ的にね、そこまでね言う必要ないやろと私なんか思うんですけども、そんな、ロックアウトというような状況に全く数字的にはなってないにもかかわらずそれを言っていて、それを匂わしてるっていうのは、僕なんかから見ると、これおばさん選挙しか考えてないんちゃうのっていう。7月5日なんですよ、選挙はね、都知事選挙は。でこれ多分ね、もうスケジュール通りほぼ確定です。というのは、あの大きなイベントがもう予定通りではないっていうのははっきりしましたから、そうすると都知事選挙ぐらいやるやっていうことになってるわけですよ。まあただしね、選挙やると人がこうあって一箇所集まったりするでしょ。でそれはまずいから伸ばそうかっていう話あるかもしれないですね。でまあそれ伸ばす予定通りということよりも、多分このおばさんはなんとか目指したいんですよ。このおばさんが今までやってきたことを見ると、本当に目指したいというキーワードで全部説明できるんですね。なんとか目指したい、私はやってんのよっていうのを言いたいっていうだけなんですよ。多分ね、だからこの騒ぎで虎視眈々とそのチャンスを伺ってたんですけど、あんまり訪れなかったんですよ。ところが今日ね、ちょっと増えたっていう話になったわけでしょ。でそこで一気に、あ、今がチャンスって、この人ね、ものすごいね、木を見るに敏なんですよ。ここでね、出てってね、皆さん大変よとかってやって、なんかこう大げさなことをやるわけですよ、きっと。豊洲移転延期とかね、何の意味もなかったんですけど、そういうことやって、私はやってんのよっていうことを示しておくと、次の都知事選挙は安泰ちゃうのっていう、そういうね、意図がね、僕にはね、透けて見えてしゃあないんですよね。いや、だからね、それにね、反応してね、そんなに状況悪いのというのが、この先物ではないかなと思うんですよ。でそれをね、こう世間はどう受け止めるかなんですね。そのおばさんの言ってることを そのままに受けたらやばいやん。もうね、スーパーのね、棚がね、空なんですって、レトルトとか。今日僕ね、京都にいるけど分かるんですよ。千里が見えてますから、ね、やっと分かるんですよ。空なんですって。もうこう買いに走りますよ、そんなロックアウトとかって言われたら。米とかね、乾麺とかね、カップヌードルとか、そういう袋麺でもええやんって。今回水が止まったりしませんからね。水道の水は絶対出るんですよ。それで止まるってことはほぼないと思うんですね。ほぼほぼ 99.99% ないと思うから、要は水さえあれば人口の中にいられるというようなものであれば飛ぶように売れるんでしょうね。皆さん 2,3 ヶ月大丈夫なぐらいに買いたいでしょう。で一気にスーパーの棚も空になりますね。もうパニックですよ。明日の朝ね、みんなね、スーパーに殺到しますよ、きっと。でも殺到したらもうすでにね、今日買ってる人がいるんでね、ないんやんって。もう入荷待ち状態。これね、一瞬ね、食品会社の株が上がるかもしれませんね。はっきり言って。もう多分お米とか飛ぶように売れるんちゃうかなと。まあそれでもね、家にいろっていうわけですから、経済活動は麻痺するわけですよね。そうすると、まあ一瞬スーパーの在庫は売れたとしても、 GDP 全体としては増えないわけですよね。どっちかというと減るわけですね。だから株価は下がるというのがセオリーです。まあね、分かりませんけどね、これ一瞬なんでね、今一瞬の動きなんでね。だからニューヨークダウはそんな反応してないんですよ。 CME でマイナス63ですから、そのリアリティがないんですよね。おばさんが会見しててこんなこと言ってるとかって、東京もしかしたらロックダウンみたいな、
リアリティはないんですけど、僕らはもうあれですからね、そこにいますから、ライブでいますから、もう、だから、ああ、やばいやんつって、今俺スーパーに走ってると、スーパーに走ってる人いっぱいいると思うんですよね。この一瞬の動きでございます。これがね、まあ明日の朝になったらね、もうちょっと冷静になってるかもわかりませんけどね。でもね、このおばさんのね、この動きはね、単なる目立ち上がりやと、私は思っております。はい、皆さん、ちょっと緊急にありがとうございました。